そうですね。これで、なんか東京以外は雨っぽいもんね。そうなんですよね。あ、西の方か。だから明日もちょっとなんか雨マークとかついてました、ね。あ、本当。明日俺ゴルフなのに。おはようございます。またちょっと公園トークを取りに行って。超気持ちいい。いや、あったかいですね。明日ね、私誕生日。おめでとうございます。なのでゴルフを。なるほど。エイジシュートを目指して。エイジシュートやらない。まだ早い。まだ早いです。まだ無理。まだ無理です。明日で54歳なんですけど、エイジシュートって。53でしょ53ってギネスだと思う。確かに53とかって確かね、石川亮さんが、はい、和合、愛知県の和合っていうゴルフ場で53か54え、あ、出てるんですか。出てる、出てる、すごいもう全ホールバーディーさん。そうですね、そうじゃないと。そう、18本勝ってたんですよそれを石川亮さんみたいなプロが奇跡だって言ってるのが俺が言われてるからそう考えるとエイジシュートって相当難しいですね。エイジシュート難しいよ。で、年取ってから、はい、まあ、75とか75以上だよね、きっとね。で確かにパワープレイとかすればいいよ、はい、その年齢になってそういうプレイができるかどうか。そうですね。だからすごいんですよ、エイジシュート。今日はそれこそいつもやってるゴルフ、ゴルフ、ゴルフですか。暖かいからいいですね。雨取りしようと思って竿もいっぱい持ってこの間ね、61シート63やったじゃないですか。はい、あれ2回目だね、話してる内容は違うんだって言ったらいいんだけど、はい、あれ違ったのあ、そうそうそうまあいいかね。何種類かあるんですよね、ゴルフの種類が。このこれは傘みたいなやつ、バドミントンの羽みたいな。ゴルフ的だよ。そうです、ゴルフのプラス欲しい。最高だね、でもね。いや、そうですね普通にラウンド回ったら暑いんじゃないですか、今日これじゃ。シャツ1枚でいいそうですね、半袖でもいけますね。半袖でもいけるね。はい、水口です。今日の取説はミリタリーショルダーで、前もねミリタリーショルダーやったんですけど、ミリタリーショルダーのまあ、変遷と、まあ、モデル違い、サイズ違いとか、いろんな色のモデルがあるっていうところをご紹介したと思うんですけど、今ちょうど今日、冒険用品に来る途中に考えてみたら、このミリタリーショルダーに今めっちゃ物が入ってるんですよ。なのでちょうどいいかなと思って、まあ、まあ、一時こう有名人たちのバッグの中に何が入ってるっていうのが流行ったじゃないですか、コロナに入ってすぐの頃。なんだっけな、なんとかインザバッグみたいなネタですよね。で、それをやってみたいと思います。で、ミリタリーショルダーはこう前面にポケットが2つで、こっちはこういうフラップ式のポケットですね。で、ミリタリーということもあって、ここは本当はあのマシンガンとかの弾倉を入れるようなデザインになってるんですね。で、それをモチーフにして作ったあの
ケットです。で左右にポケットがあって、この右のポケットには、まあ、ペットボトルとかこう入れる用のこういうネットがついていると、ね、でメインコンパートメントが、まあ、これ XL だけかな。ここにメインコンパートメントがあって、こう背面のサブがあるという感じですね。じゃあね、どっから前から行きましょう。ここですね。ここは大抵ね、これはね、整腸剤が入ってます。これあの名木のこのケースだよね。そうですね。で僕一つこれ持っていて、これに整腸剤を入れてます。これはシンビオフェルミン S です。でこれ僕の小銭、これはうちの娘ちゃんが作ってくれた、誕生日かなんか作ってくれた小銭入れで、まあ僕が持ってる持ち物の中では一番大事にしてるものですね。こうやって小銭を入れてみるとね、すごいです。でこれはオルカの大谷くんが作ってくれた、こう革の、何の革かな、クロコダイルかな、これね、っぽいですね。ね、ここに SD カードが入ってメディアケースにしたんですね。ね、ね、うん、すごい。でこれはね、リップクリームと袋だ。リップクリームとこういうミトメインのシャチハタハンコーナー。ね、このハンコはなんで持ってるかっていうと、まあなんか宅急便とかちょっとしたハンコが必要な時に押すっていうことで入れているのと、まあ最近僕スピード違反で捕まらなくなりましたけど、捕まった時にこれ持ってるとこれ押せばいい。あ、母音じゃなくて、母音押さえるの嫌じゃん、犯罪者っぽくて。だからずっと持ってるっていうこういう習慣ができてますね、俺に。もう今もスピード違反で本当に捕まらなくなりましたね。スピード出さなくなったからね。でこれがね、アクネバリアっていうこういうね、肌色のこういうクリームなんだけど、僕ね、吹き出物が時々こうできて、今できてるかな、この辺とか、あ、こういうとこね、こう今ちょっと吹き出物ができてるでしょ、ここにこう塗って、こうやって吹き出物隠しなんですね。うん。で、これただのこういうファンデーション的なものではなくて、薬剤も入ってるんで、こういう吹き出物とかニキビも直してくれると、隠しながら。なるほど。うん、で吹き出物できた時って嫌じゃないですか、ね。うん、ちょっと隠したいなっていう時のために持ってると。でこれは。タイで買ったなんかいい匂いがするやつだね。こう気分を変えたいとき、どんな匂いなんですか？これはね、ベリーの匂いだね。へー、うん、いろんな匂いがあるんですよ。レモンの匂いとか、うん、こうなんかどうしたいとき結構、ね、これいいですよ、気分が。でワンさんにもらったルアーが入ってましたね。入ってましたね。うん。これ最近髪の毛が長いので髪ゴムがもうね、すごいごちゃごちゃ入ってる。あ、これはね、リップクリーム。これもいい。パインアメの。パインアメの。パインアメのリップクリーム。ここだけで、ね、結構いっぱい入ってる。でボールペンでしょ。これゴルフのグリーンでボールの位置を示すマーカーが入っています。でここの断層、断層部分には僕メガネを入れるって決めていて、ジェットセッターの革のメガネケースにハズキルですね、まあ、老眼鏡代わりのハズキルで、でサングラスが入っていると。サングラスね、必要な時にないと嫌だから
こう1本ずっと見る感じですね。で右は今お茶が入ってるですね。お茶がこう何入った。ここはエルマールのクリームね、フローラル、うん、とガーリン。だいぶないですか。だいぶ使える。だいぶ使ってる。マジで。最近は、まあ、夏待ちですけど、ね、ハッカスプレーですね、虫除けですね、虫除けのハッカスプレーね。これも紙ゴムだね、すごいごちゃごちゃ。で左でね、携帯は今なべちゃんがあのカメラ代わりに使ってますけど、ここに僕の携帯をこう入れてます。右対称ちょうどいいです。僕のプロマックスでも入るんで、まあ、他のスマートフォンとか余裕で入りますよね。ヘッドホンですね、 Bluetooth のヘッドホン、ね、でこれはあのタバコの機械ですね、これね。トラスあれだな、これはゴルフの T だね。キーってわかる？はい、ボール打つときに、最初に打つときですね。そう、最初打つときにこうボール乗せて打つんだけど。でこれもマーカーです。こっちは大きいですね。うん、コインみたいな。そう、ギャンブル場のねコインと、まあ、ほとんど同じようにできていて、中に金属が入ってて重たいんですよね。ちょっと重たいんですよ。ああ、風とかで飛ばないように。いや、そうじゃなくてね、重く作ってるんですよね、もともと。あえて。そう、あの本物も本物と同じように作ってるんです。それでですね、背面に行く、背面行きましょう。ここですね、背面サブコンパートメントにはこの例のこのお財布が入ってると。シャートリースね、全部並べられないぐらいじゃないですか。これなんかあった時用にこれを入れてます。サコッシュですね、最近出た。これちょうどね、あのこのカバンをどっかに置いてこれだけで身軽に動きたいっていう時にこれをこう入れとくと便利。ここに忍ばせるんですね。メインですよ、もうもっとありますから。メインはやっとメインメインにどれだけ入ってるか飛びますよ。メインに筆記用具ですね。これ土屋カバンのペンケースで、いろんなペンが、シャーペンとか、この 10B の 10B の鉛筆とか、これ僕が新しいデザインするときに書くので、ね、まあ、こういうノートにね、何かいろんなアイデアを書いてしてます。ロディアのこのノートが大好きでずっと使ってるんですね。帽子ですね。これゴルフボール。ゴルフボール。モバイルバッテリーでしょ。でこれは腕時計を外した時に、まあゴルフ打つ時とかゴルフやる時とかジム行った時とか、まあ、釣りしてても外したい時ってあるんですけど、その時に一旦ここに時計をこう入れてしまうためです。ね。でこれは何かっていうと、このポーチはゴルフの練習をする時のこのボールのスピードとクラブのスピード、あとボールがどれぐらい飛んだかっていうのを測るユピテルの、距離計っていうのかな、ゴルフ測定器ですね。ユピテルっていうと取締機とかユピテルあ、そうなんですか。そう、
ゴルフのティーでタバコでしょ。これもノートですね。これも土屋カバンですね。土屋カバンのキーケース。大体ね、バンドエイドは絶対入れてて、バンドエイド、癖ですね。これティッシュ。いよいよ佳境です。でこれ名刺、名刺ももう交換するっていうちょっと習慣が本当薄れましたよね、最近はね。こうやって名刺がこう入ってます。この間だと横浜のフィッシングショーでちょっと何人かに渡したぐらいですよね。でこれおやつのフィナンシェちょっと小腹が減りますそう、これがもう全部ですね。もうあとゴミしか入ってなかったです。掃除したいです、はい、これが僕のカバンの中身です。はい、でですね、今度なべちゃんのカバンの中に何が入ってるかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。なべちゃんのカバンの中、いや、ほんと何も大したもんというか、はいはいはい、入ってないんです。はい、じゃあ座ってください。うん、なべちゃんはそのデニムのショルダーバッグをいつも、あ、その大きい方ね、大体それを使ってるよ、なべさんね。はい、ね、はい、なべちゃんはいつも会社に何を持ってきているのか。何を持ってきているのか、うん、今入ってないですけど、パソコン系の、あ、パソコンがいつも入ってると、そこに、うん、はい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 、モバイルバッテリーとか、はいはい、あとはコード関係ですよね。すごいね、そのコード絡んでないそれもう今いろいろあるじゃないですか、 USB-C とか、うん、うん、いろんなコードが、はいはい、で同じくこっちもそうですね、こっちもハードディスクとか、うんうん、あのメモリーカードとか、あ、そういうデジタルガジェット系なんだね。はいはい、それあれだ、なんかあのカバンに入れる用の挿入のポケットみたいな、そうですね、バックインバッグみたいなだよね。はい、はい、あとはほぼ、うんうん、ノート、うん、ノートとノートノート、ああそんなにノートがある。何をそんなにノートすることがある。なんとなくこう、これもノートですね。なんでそんなにノートいるそれはなんかカテゴリー分けされてんの、しようと思って結局してない、してないですね。あ、そうなんだよね。あ、ニベアが入ってる、ハンドクリーム、うん、あとはなんか書類関係、何の書類関係を入れるの、なんか、ね、え、明細とか、あなるほど、日野市からのなんか、あ、お知らせとか、お知らせとか、うん、なんかそれなりに重要な、うんうん、あとこれは服の、あ、ここそれは何、あ、服、あの髪の毛じゃないの、これはそうですね、本当は犬用です。あ、犬用、はい、犬のブラッシング用なの。ブラッシング用なんですけど、最近あのうちでいうとフリースのあのモコモコのフリースあるじゃないですか、はいはい、あれの毛をこう整えたりする、犬っぽいもんな、あれ固まるんですよ、あのショルダーバッグとか、あそこ部分、あ、最後、あとはそれは何、ティッシュ、ティッシュ、ウェットティッシュ、はい、これも汚いウェットティッシュ、うん、それは何、これはあの帰りに買い物した時のショップ、なんていうんですか、ショッピングバッグというか、エコバッグ、エコバッグ、ね、エコバッグ、はい、そうですね、あとはこれも、うん、あのワセリンです、乾燥、はいはいはい、あとこれはメガネ入れ、うん、あと財布とカキピーぐらいこんな感じです。なんかあれだね実用的、実用的、実用的です、で仕事、実用的
だしノートがいらないね、そんなに一冊でいいよな、4冊くらいなかった、よく考えたらこれはもう終わってるんですよ、ただ昔のなんですけど、あまた見たい時が、はい、ここにしかないやつがあったりするんで、なかなか家に置いてこない、まあそうだねっていう踏ん切りがつかないですよね、なんかで、まあでも大抵もう見ないよね、そうですね、大抵見ないです、必要な情報は大体入ってるんで、そういいんですけど、なんか持ってっちゃいます、はい、なべちゃんのカバンの中でしたありがとうございます、はい、でミリタリーショルダーとそのデニムバッグの、まあバッグの使い方になるのかなね、なべちゃんのあんまりこうごちゃごちゃ入ってるわけじゃないんだね、俺がなんか本当にごちゃごちゃ入ってるね、これね、ものはまあいろんなとこ行きますからね、水井さん、そうだね、はい、ゴルフからやってることがね、なんかこう、はい、ありがとうございます。それではまた。